伊豆コカの地を抑えれば結界を破れるぞ。伊織、新手じゃ。まるで気配を感じなかった。何者？神奈川港へ向かうようだ。となれば別のマスターの配下か。もしや北から霊脈を抑えてきたか。より、神奈川港だ。はぐれのアーチャーに伝えるべきだぞ。ああ、早速力を借りるぞ。思いのほか早い再会でしたね。何か異変が起こったのですか？すまない、見ての通りだ。神奈川港は二方向から敵に挟まれた。俺とセイバーが一方の敵に当たる。アーチャーには逆側の敵を撃ってほしい。構いませんよ、その程度造作もない。直接敵を撃つこともできましょう。霊地を離れるのか。はぐれにとってはあまりよろしくないのでは。ご心配なく、あなた方の掌握する霊脈をたどれば神奈川港からの魔力供給を受けられます。望み通りの働きとそれ以上の成果を約束しましょう。よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。より、新手だ。気を抜くなよ。魔術を使ってきたか。油断はするな。破れる結界があるようじゃ。魑魅魍魎の類いは滅びよ。受けるがいい。やっやっと、この私に勝てるわけがないのに。我らが地敵セイバー。あ、よいぞ、これで無駄な戦いをせずに進めるわ。これで敵は力を失う。これ以上時をかけるのはまずいぞ。覚悟。せめて苦しませ。滅びよ。散るがいい。
びよ。受けるがいい。この私に勝てるわけがないもの。いささか厄介そうな相手だ。ここは私にお任せを。助かった。恩に着る。イオリ、覚悟はいいな。セイバー、すぐに行く。とじゃいより、これで敵の霊地は全て抑えたぞ。確かに見事な働きだったが、見ろ、日が傾いてきた。まだ玉縄にも入っていないのだ。時がないのではないか。ああ、玉縄へ急ぐぞ。見事な山だ。あ、私は見たことがあるぞ。あの真っ白な頂、かつてと変わらぬ美しさのままだ。富士の御山か。よりどうした、セイバー、何か感じるか。まあ、
強い魔力やサーバントの気配は感じないが、もぞもぞ、ごそごそ、とにかく何やら妙な感覚があるのだ。よくわからないが調べてみるか。横須賀に向かう背を襲われてはかなわん。この辺りには高徳院の大仏がある。セイバーが知れば見たがるだろうな。これはいい。鍛錬の甲斐があった。助けてくれ。どうした貴殿。それが殺されたんだよ侍に。侍か。俺たちはただ大仏を見てただけなのに。くそよりな。高徳院へ向かう。待てよ。妙にうつろな面持ち、いつかの御家人と同類だな。囲まれたか、孤爵。射撃開始、撃て。どういうことだ。なぜ偉人たちが御家人連中と組んだ。来い。分かった。すべてまとめて打ち倒すのみ。やるぞより。
またも御家人どもか。こう引っかかりがある。これまでの御家人とは異なる様子だった。より、そやつらの首元を改めてみろ。蛇の髪跡。皆同じものが残っている。隠しようもなく魔力の痕跡もあるな。アサシンか。うむ、奴に間違いあるまい。炎兵の偉人らはドロテアの配下となると、やはりアサシンがドロテアのサーバントか。では早速確かめてみるとしよう。目指すは横須賀だな。また来てくれよ。よく。おお、助かりじゃ。ありがたい、ありがたい。またいつでも来てくれ。ほう、これを見切るか。音もなくセイバーの胸をつくか。この大きな波の教主ではない。貴様、何者？あいにくと主らに名乗る名は持たぬ。だが、ここでまみえたも何かの縁。老骨の戯れにしばし付き合うてもらおうか。では、覚悟は良いかな、若造らよ。我が拳は血と痛いぞ。来るぞ、より。気を抜くな。半グレのサーヴァントだろう。いえ、何故我らを襲った。言ったであろう、ただの戯れと。故に主らも肩肘張らずに楽しむがよい。あいつをくれ、ユリ。どうした、手が緩んでおるぞ。死に物狂いで挑んでこんか。言われずとも見せてやる。力を借りる。出番だな。息を合わせろ。行くぞ。火力当てに行くぞ。押し切る。どうした。
と戯れが過ぎたか。刻戻らねばあの娘が何というか。ではな若造ども、いつかまた拳を交えようぞ。待て、貴殿とはまだ。セイバー、ああ、逃がすか。セイバー、やつは巻かれてしまった。素性は分からずじまいか。しかし相当の手だれだった。うむうむ、微説のしながらなかなかに鋭き拳であった。無手であの戦いぶり、さぞや名のある英傑だろう。奴が我らを狙うならいずれまたまみえる。二度は逃がさん。よし、では改めて横須賀へ。待て、セイバー。ん？戦国の一戦で気力勢力が尽きた。続けざまは難しそうだ。なんだ、やれやれだぞ、イオリ。ま、引きずっていったところで会えなく散るだけだろ。ああ、仕方ない、戻って夕げだ。夕げのおかずは何かな。切り替えの早いこと。
チャ、こたびの助力感謝する。協力を約束したのです。この程度当然のことをしたまで。再び私の力を望むのならば、この神奈川湊につながる霊脈を掌握してください。では私はこれにてあなた方の武運を祈っていますよ。また一つ強くなれたか。理解した。よくここを訪れてくれました、宮本伊織。そしてセイバー、実は一つ頼みがありまして。迷惑をかけた手前心苦しいのですが。そう気にすることはない。何をだ。うむ、我らにも協力してくれるのであればお互い様というやつだ。それは助かります。以前この地を荒らす不心得者についてお話ししましたが、近頃彼らの度重なる介入によって霊地としての力が損なわれつつあるようで。なるほど。では霊地の修復を手伝えと。察しが良くて助かります。どうか検討していただければ。わしに任せるのじゃ。霊脈の通ずるところを調べればたやすくなるわ。うん、なかなか頼もしいですね、ご老人。ですが霊地の修復だけでは不十分。未だ霊脈に群がる魔物も撃たねばなりません。そちらは任せておけ。たちまち私が切り伏せようとも。神奈川湊の大掃除というわけだな。話は分かった。よし、ならば解く掃除だ。覚悟。用意は万端だ。やるぞ、よりアーチャー。ええ、手早く片付けてしまいましょう。押し切る。さすがですね。この様子なら二手に分かれても問題ないでしょう。私は山側の魔物を撃ってきますので、あなた方は港側を頼みます。承知した。霊脈も港側にあるのか。ええ、その通りです。書物のご老人にそちらをお任せしたく。わしは全く問題ないぞ。ではお互い終わったところでここに戻ってくることにしましょう。
数が多い。あちらは苦戦していないと良いが。来い。任せろ。見切れまい。いや。はぐれであろうと、サーバントであるからには造作もないぞ。それもそうか。
ろ。行くぞ。見えた。油断したな。揺るがぬ血のごとく。受けてみろ。見せてやる。来い。分かった。息を合わせろ。行くぞ。終わりだ。避けるなよ。この下に霊脈が。そのようじゃ。だが、これは魔力の流れを阻害する術が行使されておるな。いずれかのマスターの仕業か。わからんが、なかなかの術者じゃな。わしでなければ破るのも一苦労じゃろ。ほう、まじない破りもできるとは。なかなか。な、当たり前じゃろうが。稀有なるインテリジェンスブックじゃぞ。インテ、何？それで術を破るにはどういう手を使う？この手の術式はおそらく封のようなものを各所に隠してあるのだ。それらをわしが暴いてやるゆえ、さっと取り去ってしまえばよい。わかった。そうしてみよう。これで封は全てのようじゃ。魔力がよどみなく流れ始めたぞ。ああ、俺にも感じられる。掃除が終わったわけだな。では、戻るとしよう。片付いたぞ、アーチャー。ありがとうございます。非常に助かりました。また何かあればいつでも声をかけてくれ。よろしいのですか？うむ、構わん。
その代わり対価は弾むようにな。我らもさほど暇ではないのだ。そうですね。では次回からはあなた方の望む品をあらかじめ見繕っておきましょう。うむうむ、それでは私は米を一抱えほど。はい、そこまで気にするな。アーチャー、冗談だ。いずれ時が来れば貴殿の力を借りることもあるだろう。それを対価としてほしい。その分いつでも俺たちを頼れ。お気遣いいただきありがとうございます。ではまた何かあればその時はぜひ。それでは私も。いいえ、この魔力の高まり、まだ戦いは終わっていないということですか。小賢しいことを考えるものです。復元した霊地を餌に魔物をおびき寄せるとは。しかしそうは。アーチャー、助太刀はいるか。おや、お二人ともなぜ戻って。まあ気が向いたのだ。こちらでおかしな魔力の動きがあったゆえ、君に力を貸すも悪くはない。ともすれば例の一つもあるかもだし。セイバー、それはジョークだな。お、いいでしょう、報酬は弾みますよ。では共に戦いましょう。厄介な相手です。お気をつけよ。叩きのめす。終わりだ。あまりが白道。うわ、これは霊脈から魔力を吸い上げたのでしょう。戦闘能力も幾分か向上している様子。自己再生など何度もできる芸当ではなかろう。一息に仕留めるのじゃ。二人ともご協力ありがとうございます。この私としたことが再び手を煩わせてしまいました。貴殿が気にする必要はないさ。それに感謝すべきはこちらの方だ。貴殿の弓はとても心強かった。それはよかった。しかしなぜでしょうか。その剣がいささか鋭くなったように思えます。俺の剣が。ええ、その鋭き剣筋は平らかなる世を生きる者のそれではない。鋭く冴えた敵を殺めるための剣。さながら幾多もの戦をくぐり抜けてきたクシャトリア。その剣を私は。失礼、今のはただの独り言です。どうか気にしませんよ。そうか、また何かあったらいつでも呼んでくれ。よいぞ。you
いただきます。いただきます。あー、うんうんうん、米はいいな、とてもいいものだ。うん、そうだな。干物もいいな。程よい塩の味が米の甘さを引き立てている。うんうん、そうだな。これはなんとも米が進む。アジの干物だな。相模のアジだったかな。素晴らしいものだ。なんというのか、あ、そう、地味が良い。そうかそうか。うん、うまい。漬物もなんとも心が安らぐではないか。汁もいい。これはもう米が何膳いくかわからないな。なんともはやいい顔をするものだな。あ、うん、うん、本当に貴殿は米が好きなのだな。伊織は嫌いか。いや、飯は必要だ。今日のようにあちこち巡った日は特にだ。食えば食うほど疲れた体によく染み渡る。俺も似たようなものだな。なんだ、疲れているのか。か弱いぞ。だが確かに今日はいつになく多くの箇所を巡った。さながら名所を巡る行楽だ。東西風の言い回しであればそんなあたりか。どうかな。当世に生きる者にはわからないかもしれないが、私には本当にそうなのだ。民草の何気ない営みですらまばゆく。どうした。より覚えているか。先刻吉原で私を止めた折に君は言った。力なき民草を巻き込むと言ったが、どうした。それはとても、いや、セイバー、何もかも違っている。君の生きている世界とは、私がかつて生きた世界と時代も違う、暮らしも違う。ここまで違えば私にとってはもう別の世界だ。それでも武器を持たぬ者がいるのなら、それは評価すべきものだ。以前も江戸の暮らしを守らなければと君は言った。あの時は言えなかったが、その事の葉はとてもいいものだよ、より。そうか。もっと素直に喜べ。この私が褒めているのだぞ。すまない、どうにも面早くてな。うん、ありがとうセイバー。貴殿の思いはよくわかったよ。うむ、ならばよい。
彼の活躍を誰もが称えた。荒ぶる神さえ恐れぬ英雄と。人を超える身でありながら、その力を誇ることはなく、戦に荒れ狂う日よりも戦なき凪の日を良しとした。あまたの誉れと輝かしき蠅の中にありながら、彼に救いが与えられることはなかった。また夢か。見覚えのない光景。あれはセイバーの過去か。うん。お、ようやく起きたか、より。鶏も三度鳴いたのにまだ起きないものだから井戸の冷水を顔にぶちまけるところだぞ。帝から連絡が入っている。あまり待たせてやるな。ああ、うん、より、なんだ。ああ、いや、なんでもない。寝ぼけていたようだ。うん？といういきさつだ。アサシンのマスター、ドロテア、その本拠は横須賀にある。横須賀か。地図を頼む。は、こちらに。神奈川沿岸、こちらの絞り込んだ候補のうちの一つだ。湾内に大型の工房を構え、各霊地の魔力を集めていると推測していたが。地図を見せてみろ。ふむふむ。ああ、やはりそのあたりはわだつみの住処だ。わだつみ。ああ、そういえばあの海は走り水といって、いにしえの時代、荒れ狂う海の神が英雄の航路を阻んだと聞く。荒ぶる神の海か。